ちょっと待ってください。もう皆さん知ってますよね。私なんかすごくショックで、でもなんかカメラ回さないとなと思って今三脚を組み立ててるんですけど、え、めっちゃショックじゃない？ごめんね、こんなドアップで。しかもこういうさ、なんか全然編集してない動画出すの初めてかもしれない。動揺して全然うまく三脚立てられないんだけど。あ、ダメだ、ちょっと待ってて。とりあえず今バイトから帰ってきてね、コートを脱いだ。え、三脚なくていっか、もうこのままでいっか。今日はバイトに行ってたんですけど、見えます？あ、見えない。12時44分ですね。すごいね、リア友から急にキンプリ脱退じゃんってメッセージが来て、どういうことって思ってさ。で、うちのお母さんからもキンプリ3人脱退ショックだねっていう LINE が来て、えって思ってさ。私あのまかないで焼き鳥を食べてたんですけど、え、なんか全然もう味もわかんないぐらい動揺しまして、え、マジでやばい、イヤホンしたままだった。あ、もちろんあのキング&プリンスのファンクラブメールみたいなのも来てたんだけど、ひとまず産経新聞さんのウェブニュースから、ジャニーズ事務所は4日、あ、日付が変わったからか、4日、5人組の人気アイドルグループキング&プリンスの平野翔さん、岸優太さん、神宮寺優太さんの3人が来年グループを脱退し退所すると発表した。え、マジでやばい。3人とも来年5月22日にグループを脱退、平野さんと神宮寺さんは同日退所し、岸さんの退所は来週になる、秋ですね。え、マジでやばいんだけど。しじみ、同グループは平成30年にシンデレラガールで CD デビュー、王子様のような風貌と歌唱やダンスの技術の高さを武器に随一の人気を誇るっていうニュースが出てたんだけど、え、このさ、なんかあのさ、ファンクラブメールの、あ、皆様へご報告とかさ、ああいうのはもう本当に私無理なんだけど、遅い時間のご連絡となりますことお詫び申し上げますっていうメッセージでね、来てるんだけど。え、マジでやばい、本当に。たくさんティアラの方からも、LINE とか、Twitter のメッセージ、DM とかいただいて、え、ダメ、マジで言葉出てこない。永瀬くんと高橋くんが残るっていうことですよね。だから、キング&プリンスとして、グループは残る。ありがとね、しじみ。グループは残るけど、残るから、私の考えとしてはこうやって YouTube を通して、またキング&プリンスを通して、もうたくさんいろんなティアラさんと出会えたし、この場所をなくしたくないなって思うので、キング&プリンスがある限りはこのチャンネルを続けていきたいなって。グループに残ってくれる永瀬くんと高橋くん、まあ、そして今も岩橋くんの応援もしてますし、まあ、海外を視野に入れてるっていうメンバーの今後も応援したいなって思うので、平野翔くんと永瀬廉くん、高橋海人くん、神宮寺裕太くん、岸裕太くん、岩橋元気くんの6人を変わらず応援していきたいなって思います。めっちゃスマホスタンド見えてた、やば。ちょっとあの今日はちゃんと言葉がまとめられないんですけど、ティアラの皆さんも私と同じ気持ちなのかなって思って動画を撮らせてもらいました。改めて落ち着いたらキング&プリンスのみんなのこと、そしてこのアルティメット工房っていうチャンネルをどうしていくのか、もう一度ちゃんとお話ししたいなと思います。ちょっとまだ手洗いとかうがいをする前に動画を撮ったので、ちょっと手洗っていきます。すごい悲しいけど、なんかそういう気持ちを私のツイッターのリプとか LINE とか、もちろんこのコメント欄に書いていただけたらなって思います。はい、ということで明日はレポート動画が出ると思いますが、この報告を知る前の私が喋って撮っているので、すごく明るい感じで始まると思います。なんかみんなをもっと元気にしたいなって思いました。まあ、キング&プリンスの代わりにはならないけどね。まあ、ちょっと長くね、語りすぎてもあれなので、今日はここら辺で終わりにします。マジでやばい。今日、みんなちゃんと寝てくださいね。じゃあ、また次の動画で元気に会いましょう。おやすみなさい。バイバイ。